優雅ブランドディレクターののりきです。今回は物事の調子がいい時ほどワクワククラッシャーを使えということについてお話をしていきたいと思います。でワクワククラッシャーってなんだって話なんですけども、まあ、ワクワク、している気持ちをですね、まあ、ぶっ壊すというようなことで、まあ、物事の調子が良い時っていうのは、まあ、こう浮き足立ちやすいというか、こう何かこう気持ち的にもねワクワクしてこれから何かが始まるぞみたいな、アパレルブランド立ち上げられるぞみたいな感じで、するんですが、実際に、なぜ、例えば、アパレルブランドが立ち上げられるようになったのかとか、そういう、もう根本的なところをもう一回見直すと、こうワクワクした気持ちでどん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 やり続けると、いずれまあ痛い目に遭いますので、それを一回その気持ちを抑えて、冷静にちょっと考えてみては見た方がいいんじゃないかなということで、今回お話をします。で、まあよくありがちなのが、アパレルブランドを立ち上げられるって決まった時に、よっしゃこれから自分のアパレルブランドを持てるっていう風になって、まあどん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 夢が膨らむわけですよね。でその時に例えばですけども、じゃあ私の、会社で、OEM を受けられますと、でまあいろいろな、まあ、サービスだとか支援だとか受けられますってなった時に、なぜ私が、そういうことをするのか、サービスを提供できるのかってなった時に、私の需要ところまで、需要のところまでを、まあ、頭に入れておいた方が、事故りにくいと。あくまで商売でやってるわけで、私も、まあ、お客様として、サービスを提供するんですけども、小規模のアパレルブランドで、ロット生産ではなくて受注生産で本当に一着一着作っていくようなものっていうのは、 OEM 会社にとっては生産をしなければお金にはならないんですね。基本的に要は生産の請負いなので、なので、例えば自分の好きな洋服を作れましたで、そのブランドが売れなければうちはお金になりませんとっていうようなことなので、そこの売るという部分までしっかり、頭に入ってるかと。自分のやりたいことはもちろんいいんですよ、やるで。ただ需要というのを、理解して、要は自分が例えばブランドを立ち上げる立場だったらば、販売するお客様の需要、そして、生産者、その場合私ですよね、私の需要は何かというのをしっかり把握してできてるかということです。でこれに関しては、もう洋服を作るというところで結構こう本当にワクワクした気持ちで舞い上がっちゃうんですよ。なんでそれは一回抑えて、なんでこの環境でサービスを、受けられるのか、そして作れるのか、そして、どういうふうにそれを販売していくのかっていうのをもう一度、しっかり冷静になって考えてみてください。販売できなければ作るという、ところも止まってしまいますよね。そうすると、私の立場からすると、まあ、本当にすっぱり言ってしまうとお金にならない、仕事にならないってことなんですよ。ってなった場合、そのブランドをやりたいかやりたくないかで言ったら、もちろん売れてるブランドをやりたいっていう風になりますよね。お金が稼げますんで。なんでそういうところもしっかりと、頭に入れてやっていかなければならない。でこれ本当に結構多いんですよね。アパレルブランドこれ立ち上げられるぞってなって、すごいワクワクした気持ちで。で、スピード感とかも重要になってきます。例えば、じゃあ月に1回生産してくれるブランドと、3ヶ月に1回生産してくれるブランドだったらば、私の立場からしたらお金になるのは月に1回生産してくれるブランドなんですよ。で、例えば、枠が、3つありますということで、もう3つしか受けられません。その中で、月に1回生産してくれるブランドが3つあって、4つ目のブランドは月に、3ヶ月に1回ですっていうブランドだったらば、その3ヶ月に1回のブランドは要は仕事として受けられませんよって弾かれてしまうってことなんですよね。そうすると、生産仕事として、うちは受けないので、また1から、自分で探してくださいっていうようなことになっちゃいます。 OEM 会社っていうのは大体そういうふうに、まあ、キャパっていうものがありますんで、だから、新規の、小規模ブランドっていうのはなかなか、やりづらいんですよ。その、やってもらいづらいってことです。生産してもらいづらいってことです。なので、そういうところを頭に入れて、ワクワクした気持ちを一回壊して、一回冷静になって、なんで、やってくれるのか、なんで、販売ができるのかとかっていうのをしっかりともう一回頭の中で組み立てて、物事を進めていった方がいいということです。はい。なので、まあ、引き続き、またこういう情報を発信しますので、ご視聴よろしくお願いいたします。